映画を愛する中国の皆さん、こんにちは。三浦友和です。今年は日中国交正常化50周年ですね。で、1972年からですから、私も俳優デビューからちょうど50年となりました。1980年代にドラマの赤い疑惑というのが放映されまして、それで中国の皆さんにとても好意的に受け止めてくださってるということをお聞きしました。まあ、その時はちょっと半信半疑ではあったんですが、次第にファンレターとか中国の方から届くようになったり、それから20年ほど前なんですが、北京にお邪魔しました。その時に妻の山口百恵、今は三浦百恵ですが、その妻のブロマイドが売られていまして、そういうことなんだなと確信をしました。2年ほど前には中国の映画に初めて出演する機会を得ました。僕はチャイナタウンの名探偵という映画に出演することができました。中国の監督、それからスタッフ、ちょっと出演者の皆さんとの交流がですね、非常に刺激的でとても楽しかった思い出があります。これは国が変わっても世界中の人々が人を愛する心と家族を愛する心、それから平和を願う心、同じ思いを持っているはずです。私はですね、人間同士が本当に理解し合えるのは、一番の近道は国際交流、それから文化交流だと思っています。その文化交流の中の一つが映画です。近年アジア映画の持つ世界的な影響力というのは確実に高まっています。今後さらに交流が進んでいき、アジアのみならず世界中の映画人が手を取り合って、今よりもっともっとそれぞれの国のことを知って、そして人間を深く理解し合えるようになることを願っています。北京国際映画祭もその一つです。日本映画も頑張らないといけません。頑張ります。ありがとうございました。